はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでキッドさんですね。はい、ちょっとぶりですね。前回なんだ、マーリン、ファイナストとかね、そう、はい。青木さんね。よいしょ。今日はね、日中ちょこちょことちょっとまたこまめですけど在庫販売して販売しておりましたね。ちょうどこの PB 終わって、だいたい PB1、2個 やると在庫がなくなって、はい、で、また反映させるっていう。なので今、在庫ありますよっていう。はい、インサート、あ、ネオンのインサートはレバンドフ。はい。これ箱1ぐらい。まあ2出たのもね、確認してますが、まあ1ぐらい。あとルーキー3枚でした。色付き誰だ、うん、ルーキーだったら全然 OK です。これ150ですね。はい、アヤックスの選手、2001年生まれ。うん、まあルーキーね、できるだけ絡めば全然 OK です。大体なんか封入もね、シリアル、これに、あ、色ついてますね。誰だろう、ルーキーだ、カマビンガ。はい、酒井さんの下にいました、カマビンガ。これは、あ、これあのゴールドイエロー50ってイエロー、ひょっとしてね、シリアル来ました。ちょっとわかんないですけどね、黄色に見えますよね。お、ベリンガム。はい。ルーキーが3枚と、アパメン君。あ、黒。黒99シリ。クリロナ。はい。この間を見てまた見ましたね。99の7個。52。まあでもかっこいいっすよ。めっちゃかっこいいっす。いいっすね。まあ現役中にまたゆうべに戻るっていうのはもうちょっとあまり可能性としては低いんじゃないかと思いますし。アーデイミ、アーデイミさん来ました。でデスト、ルーキーがほんといっぱい出ますね。半分はほぼどの箱も半分ぐらいはルーキーがきますね。はい、199。お、またルーキー、アヤックスのルーキー結構多いですね。199、これでルーキーのシリアル3枚目カマビン、3枚目ですね。シリアル3プラスクリロナで4枚シリアルです。出るとね、8枚ぐらいシリアルいくような感じです。メッシュ、インサートですね。ルーキーだ。はい、ディアロ、これもルーキー、これもインサート。これなんかシリアルつくとこの辺がなんかね、枠のところが色がつくようです。枠そのままで色いいような気がするんですけどねっていう。お、猫ウィリアムス、ルーキー。通常はこの灰色っぽいような。はい、ね。テンダ君。うん。シリアル4。5か6ぐらいは行きたいですね。あ、ゴールド。やっぱゴールド、こうなんかもうほぼ7割ぐらい。
7割、8割ぐらいなんか金来るよね、これボックスとしても。で金利符が来たら5分の1でサインです。5回に1回サインですっていうぐらいです。あ、サイン来てる。これ誰だ。あ、テイラー・アダムス。おお、アメリカ人のディフェンダーですけどね。まあ2年目っぽいようなところで。はい。50シリの14番。ジャノン。はい。いいっすね。やっぱなんかサインもまあ出やすい方なのかな。オーバルで言ってるのかどうなのかちょっとわからないですけど。貧乏欄もね、通販のお客様サイン出ましたって報告がまあ結構あるから、よいしょ、出やすいのかな。出やすいというかね、まあ出れば金以下ですから。要はなかなかホビーで金以下ってケース開けてもでしょ。一応箱1インサートっぽいのとネオンとシリアルが1234でサインが1でシリアル、うん、ドミニクさんだ。これが150かな。150、これでシリアルが12345、シリアル5 31。いや、これでバシッとこう200目もサイン引いて、なんだサイン出やすいじゃんと。はい、クリロナちょっとね言いたいですね。はい、グリーンウッド、ギルモア、ペドリ、うん、いいパックです。あともう1枚ぐらいシリアル欲しいね。1、2、3、4、5か。5出てるのか。5とサイン出てるのか。5とサイン出てればもう十分。あ、来た。ちょっと薄い紫っぽいのは75かな。誰だろう。うん、ルキだ。ドドさんだ。テテさんとドドさんいましたね。で、ルキのシリアルは4枚目ですね。まあ、インサート1含む。これでシリアルが6枚。ココチ。あ、注文来た。ココチって言ったら。誰だ？あ、はい、ドミニクさん。はい、ということでシリアルが結局6。あ、違う。7だ。あ、もう、ありがとうございます。アデエミ来ました。よかった。ちょっと PB やってる間にこうね、在庫反映させておくと、あのピロンピロンと来てなくなって、でまた PB1、2個やってるとピロンピロンと来て在庫なくなって補充してを繰り返してます今日。だから在庫ありますよっていうね、入ってますよ。よいしょ。はい、サイン出ました。よかったですね。まあおまけ的な位置づけですよね。まあね、この辺もね、まあサインのいい選手にいいに越したことはないですけど、クリロナの黒かっこいいですね。これ2回目ですけど出たの、めっちゃかっこいい。いいっすね。写真とカラーリングがマッチしてますよ。もうレバンドフもいいっすね。もう肯定ですね。本当。あとはルーキーのシリアルが、4枚。これだけ出れば十分ですね。面白いですね。
まあ需要がかなりあるのも分かってても、この辺りで生産数をとどめていただいているというのは非常によろしいんじゃないでしょうか。もうこれで多くなるとね、まあ作りすぎちゃうと安ってなって誰も買わなくなるってね、そのバランスをね、うん、はい、商品を安くしてほしいというのもそういうのもあるんですよね。一概にただ量を増やしただけでは、はい、今度買う人もいなくなる。それが失敗したのが2000年代、それを学んでますからね。はい、ということでかなりいいんじゃないですかね。サインも出たしね、えワンボックスでこのくらいパパッとこう出ますから。あ、違うわ、もうワンパ、もうワンボックスはい、いや今ね素で忘れてましたちょっとこの一箱で満足しちゃってたかな。ねえ、後悔やりそうでした。レギュラーをちょっと寄せます。はい、まあレギュラーもねアデーム等出たしで、ルーキーとかはワンボックス目と一緒にねちょっと置きますんで、はい、ちょうどこのルーキーがいっぱい出るでしょ、スリーブ入れたりするでしょ、作業時間がねちょうどいいんですよね。そう、あ、さあ次の PB やろうかなっていうと、あの在庫切れになっててで補充してまた売れるっていう、そのローテーション、ね、でもまあ今日はね山本さんの出荷がもうインサートもう終わりましたので、カイ君ちょっと待って、こっちだ、よいしょ、はい、シリアル来ました。お、ファティ、はい、ファティもまあ2年目的な位置づけですけどね、全然ありですよ。よいしょ、カマビンガ、カマビンガがレアルいったんでしたっけ。よいしょ、インサート、はい、ドド君、ドド君に出てくる。ルーキーがめっちゃ出ますね。ズイチはい、ズイチくんね、チェルシーね、ちょっと気になり始めました。一番初めズイチくんとの出会いはお客様との PB でパワーゴール出したんですね。それが初めです。エイキくん、白いですね、199、はい、ルーキーです。ソッピーくん、ソッピーくんですね、多分この絵柄はソッピーくん、199、はい、ルーキー。シリアルは2か、まあ今のところ5は出てるかなって感じです。少なくてもシリアルだ。お、レバンドフ150、そっか、レバンドフ、ズイチ君、ファティだ、3枚4枚目だ。これでガルシアがいました、4枚ですね今ね。インサート、ルーキーだ、はい、ディアロ、ディアロ君も若そうですね、すごい
ギルモア。箱1誰だ。おラッシュフォードだ。かっこいいですね。はい。でペドリ。ハーランド。いやーだから金リーフが一番盛り上がるかな。オレンジ、そうだね、オレンジ、まあ、金が2枚目くるのが盛り上がるかな。初めに金のベースが出て、あ白、おビニシウスで、その下もなんかビニシウスでしょ、これほらね、199。これでシリアルが結構出ましたね。4、5、うん、まあノルマ到達したかな、これで。あとはおまけみたいなもんでしょうかね。ファッティ、ノアランク、金くると面白いね。金がどのくらいですかね、箱でね。ジョーンズ2箱1くらいでなんか金が来てるイメージですけどね。5分の1で音だよ。さっきはサイン引きましたけど、どうでしょう。サインない。あ、お兄ちゃん、これお兄ちゃん。はい、おなあなお兄ちゃんですね。よし、残りであともう一回金を引きましょう。はい、ちょっとシリアル200個目はベテランの方にちょっと寄ってますね。でもまあファティとレバンドフがいて、これで6枚目ですね。あ、カマビンとブロッコウスキー。あと4パック。金もう1枚来い。あ、カゴチ。マルちゃん。はい。よいしょ。はい、クリロナ。にゃぶり。金来ねえかな。もう一枚金。あ、来ないか。コデン。ラスト。どうだ。あ、白。白。印刷だ。はい。うん。金いく。金さん。ルーキーカードどれなんだろうねっていう。去年ありました？ちょっとあまり見覚えないんですよね。はい、ということでちょっと金には夢はダメでしたけど、はい、シリアル等もいっぱい出ましたね。2箱でだから11、2枚シリアル出てるんじゃないですか。さっきはあの、はい、1箱で満足して終了しそうになっちゃいましたけど、カラフルでいいですね。ちょっとベテラン寄りだったな。もうちょっとルーキー寄りだとね、まあ半々ぐらいで出てくれるとねっていうとこですけどね。まあ、ルーキーカードはねそこそこ出た感じですけど、はい、ということで箱1のインサートは、あ、どれだっけ、あ、これか、レバンドフと、はい、ラッシュフォードでしたね。綺麗です、これも並べるとね。で、クリロナ、カマビンが、まあ、この辺か。あとはまあ2箱目はちょっとベテラン系に寄っちゃいましたが、まあメンバー的にもまあこれからの選手とレバンドフと、はい、合計56枚2箱目はシリアルは来ました。199以下が6枚って逆にすごいですけどね。逆に199が2枚でこう、まあいいのか。いいのか、はい、
で、これ1箱目ね。で、まあ2箱でオート弾けてますし。黒色の、これがめっちゃ黒色かっこいいですね。これは黒にしか、ね。はい、映えない。特別なカラーリングって感じがしますけどね。はい、ということで、ちょっと注文もある程度来てるんで。はい、じゃあ、2回戦ですね。はい、参加をします。お客様先行で、ワン、ツー、スリー。まずは7のアンペア。ワン、ツー、スリー。ノーハンド。はい、まず一緒ね。はい、で、2箱目分。ワン、ツー、スリー。ノーハンドですね。はい、クロマグフォーね、一つサービスでお付けします。まあちょうどいいんでね、このクロムカードぜひ入れてください。クロナのクルク入れたらめっちゃかっこいいよな。いいっすね、かっこいいっすね、合いますね。はい、ということで、こちらで、発送は明日になりますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。